有毛目は哺乳類の分類で、現在はアメリカ大陸のみに生息する。ナマケやアリクイを含む、アルマジロなど飛行目とは姉妹群で共に移設は目に属する。基地で最古の移設類の化石は6600万年前、白秋末期の北アメリカ大陸から発見されている。その後南アメリカ大陸に分布は限られるようになり、第三期の間に、 有毛類と飛行類が分岐したと思われる。その後、アリクイ類とナマケモノ類に分岐しているが、飛行類に比して、有毛類は化石記録が少なく、進化過程の解明はあまり進んでいない。しかし、唯一、地上性ナマケモノに関しては、化石が多く出土しており、全身予行期には現れていたことがわかっている。初期の種では、猫ほどの大きさであったが、 方針夜には6メートルを超す巨大なものも現れ、知られている族の数は80余りを数える。この大刀な魔け者は数千年前まで生き延び、人類の狩猟対象となっていた。このグループの分類には変遷の歴史がある。かつて有毛目はアルマジロ等と共に、イフシメ内の勇猛目とされてきた。しかし1990年代以降、 魔獣類の分類の大幅な見直しが行われ、一節類は四大グループの一つとして上目に格上げされるとともに、有毛亜目も目のランクを与えられた。同時にアルマジロなども非公目とされた。また、かつては、一節類自体も、千山公、土蓋などとともにンハメ内の一グループとされていた、こともあった。しかし、これらの動物の類似は、 白アリ食への特化による修練進化のためであり、多系統群であるということが分かり、品羽目は解体された。このグループは、ナマケモノ類とアリクイ類を包括する。ありがとうございます。